ファーバーカステール伯爵家の紋章ファーバーカステル家はドイツニュルンベルク近郊主体院に起源を持つ実業家、貴族の家系。先祖は16世紀よりミッテル・フランケン地方で企業経営をしていたことが知られる。ドイツで最も重要かつ最も歴史の古い財閥家門の一つであり、旧世代にわたりファーバーカステール社を運営している。 カスパー・ファーバーが1761年に創設した鉛筆製造工場は世界で最も早い時期に成立した近代的な企業体の一つであった。彼のソ,ーソンローターホンファーバーは1851年に鉛筆の企画を考案し、この企画は現在も世界中の鉛筆製造業者の基準企画とされている。この功績から彼は1881年貴族に助せられた。 ローターは1874年ドイツ帝国議会に商標登録を申請し、ドイツにおける商標出願者の先駆けとなった。1875年5月に承認された。この商標は鉛筆について結ばれた。世界初の商標であった。ローターは自社の企業ビルとしてファーバー城を建設した。ローターの孫娘で、 ファーバー家女子相続人のオッティーリー・フォン・ファーバーは、1898年、アレクサンダー・フォン・カステル・リュ伯爵と結婚した。彼は、ボルフガングツー・カステル・リュー公爵の4男で、フランケンの非常に古い高級貴族カステル家に属していた。夫妻は、会社の経営を引き継ぎ、社名を、ファーバー・カステルに改めた。伯爵は、アレクサンダー・フォン・ファーバー・カステルと名を変えた。 ファーバーカステル家はドイツの貴族家門としても名家に数えられ、ヘッセン家やオッペンハイム家とも遠赤関係にある。現代においては第8世代に属するアントン・ボルフガング・フォン・ファーバーカステルが文房具製造メーカーとしてのファーバーカステル社を40年以上の間経営してきた。彼は弟アンドレアス・フォン・ファーバーカステルをパートナー経営者として長く徴用したが、アンドレアスは オーストラリア支社を運営し、アジア市場の開拓も熱心に行った。兄弟のイボニー、フーベルトゥス・フォン、ハーバー・カステルは中国向けのテレビ受信機の輸入を行い、中国政府から中国人の偉大な友と呼ばれた。その後、彼は欧州発の北京市名誉市民となった。フーベルトゥスの母親がサル・オッペンハイム銀行の女子相続人の一人だったために、 両者の提携関係が生まれ、おかげで、ファーバーカステイル社はさらに巨万の富を得た。彼の息子、パトリック・フォン・ファーバーカステイルは、2007年ファーバー城に、大勢のメディアを招き、女優マリエラ・アーレンスと結婚式を挙げ、世間の注目を集めた。パトリックの二人の姉妹、フローリア・フランチスカとカロリーネは、ドイツで最も価値の高い銀装食品のコレクションの、 所有者として有名である。コレクションの大部分はドイツ各地の博物館に展示されている。姉妹のコレクションはケルン美術館に集められ、ラインの銀の宝物私的コレクションから得りすぐった、装具、小物というタイトルで公開展示されたことがある。同家の紋章は、オッティリー・フォン・ファーバーとアレクサンダー・フォン・カステル・リュシ伯爵との結婚により、成立した。赤白のスーの縁は、 カステルカおよびカステルリューケの黄色の円は、フォンファーバー家のものである。ザビエ・フルーベズ、アタリー、フォンフェイバー・エアロテット・アレクサンドルズ・カステル、ルーデンハウゼン、SWR、2019年4月5日閲覧。ヘンリー・フリーバルト、フーベルタス、フォンフェイバー・カステル。ジーニアネット、ジーニアネット、2019年3月7日閲覧。デアスターン、ヘッセン、 プリンツエアロテッドフェイバーカステルグレフェン。デアスターン。2019年3月8日閲覧。ダナハイデ、オペシート。フォンアイネムグローセンファミリアナンタニマー。ハンドルスブラッド。ハンドルスブラッド。2019年3月9日。閲覧。カウントアンディステップス。ダウンアットフェイバーカステル。ステーショナリーニュース。4オクトーバー2017。2019年3月6日。閲覧。 デアスピーゲル、ベソンデレレボリューション。デアスピーゲル、2019年4月8日、閲覧。ジョアンナ・ソーベルリック、アイネ・マーチェンハフト・ホークト・サイト・アウフ・シュロス・スタイン。ニューロン・ベルガーのハリヒテン、2019年3月8日、閲覧。ドゥーディガー・ジョッピエン、エイン・ライネッシャー・シール・バー・ショッツ、シュモック・ウント・ガレート・アオス・プライベート・ベジッツ。カンスト・ミュージアム・ケルン、2019年4月2日、閲覧。 ありがとうございます。